ついにドキドキモヤモヤの四角関係が本格化したこの恋温めますか第3話。いよいよスイーツよりもラブが多くなってきていますね。前回のシュークリーム審査対決で完敗したキキでしたが、ハサバの計らいによって正社員としてココエブリー本社商品部スイーツ課で働くことになりました。審査にて商品化が決まった北側のシュークリームの配送テストを手伝うことになった彼女の気持ちは複雑でしょう。しかし彼女も北側もお互い顔には出さず、目の前の仕事に一生懸命ですね。今回は今までよりも北側の人間味あるところが魅力的な回でしたね。この恋あたは4人それぞれの思いが交差しています。誰の目線で見るか、また誰の恋を応援するかによって、見る人それぞれ感想が違うでしょう。まだまだ物語は前半戦ですが、あなたは誰と誰の恋を応援しますか？キキ派にとっては厄介な存在な北川。しかし社内では一緒にご飯やスイーツを食べたりと、キキを受け入れ励ましてくれる優しい先輩になってきました。配送テストで何度も失敗し、期日が迫る中、諦めないまっすぐな姿勢が特に今回好印象を与えました。そんな頑張りも虚しく、浅場の提案により同時進行で商品化を進めたキキ考案のシュークリームが配送テストをパスし、正式に商品化されると、彼の胸キュンな一言で、内に秘めていたものが溢れてしまいましたね。今回の彼女の笑顔と涙を見て、今後の恋の展開の見方が変わってくるような気がします。笑わなくていい。無理して笑うな。そして、励ましハグ。気の利いた言葉をかけるわけではなく、ただただハグをして話を聞いてくれる。大人の余裕も感じられるこの慰め方。胸キュンせずにはいられないですよね。割と前向き、順調、温かい雰囲気でストーリーが進んだ第3話でしたが、エンディング曲が流れ、エンドロールが出た後の最後の最後にこんな素敵なキュンキュンが待っているとは。今週もまた素敵な一週間になりそうと、キュンキュンハッピーで終わりたい。いや、終われない。キキが見ちゃいましたね。あんなところ、彼女の目線だと見たくないですよね。次週はどうなっちゃうんでしょうか。キキではなく北側とハグし、さらに次回が気になる展開で、ラスト数分で一気にもやもやした気分になりました。この四角関係において、一番罪なのは、毎週キュンキュンをくれる浅場でしょう。そんな浅場、第2話と第3話で同じようなシチュエーションですよね。仕事で負け、悔しくて涙を流す彼女を励ます。どちらも彼の方から彼女たちの元へ行きましたね。今回の北側に対しては、一貫してクールな表情のまま大人な感じでした。一方、先週のキキを相手にした時の彼は笑顔を見せていましたね。まだ北側に未練がありそうな彼にとって、キキは妹感覚でしかないのでしょうか。素の浅場匠はどちらだと思いますか？社長として、この新商品開発には、ある魂胆がありそうですが、なかなか気の休まらない立場上、気を張っていることでしょう。そんな彼は、キキといる時だけは素の自分でいられる、というドラマ的ベタではあるけど、そうであってほしいと願ってしまいます。浅場と相手によって変わる空気感がなんとも絶妙で、1時間のうちにいろんな浅羽匠というより中村智也さんを堪能できるような気がします。聞き目線で物語を見進めるとなんとも切ない終わり方ですが、恋する火曜日のちょこっとリラックス週は前回までの苦労や頑張りを見てきただけに一緒に喜びたくなりました。努力が報われましたね。アイドル強制卒業からのアルバイトだった一人の女の子が正社員になり、考案したものが商品化される。非常にシンデレラストーリーで順風満帆ですね。仕事面では。アルバイト仲間でルームメイトのリーにはごまかしていましたが、浅羽に対する気持ちに少しは自分で気づいていますよね。強がるところがある彼女はまだ素直になれないようですね。しかし、彼と北川が抱きついているところを目撃すると、動揺が隠せないようでした。それもそのはず。彼女は自分のシュークリームを浅羽に届けようとしていたから。どんな気持ちでエレベーターを上がり、社長室まで向かっていたと思いますか？ドキドキ？ワクワク？第1話の時のように、チョコシューにかぶりついて、褒めて欲しかったでしょう。あの光景を見て自分自身の思いに改めて気づいたのでしょうか。気になる第4話では彼と北川のことが気になってしまうようです。そんな中、北川がリーダーとなり、新谷とキキも加わり、新たなプロジェクトが始まるようです。キキはもちろん意識しまくりのようで、仕事に身が入らないようですが、新谷も北川から浅羽とのことを聞かされるみたいです。新谷目線で考えると複雑すぎませんか？気になるキキは浅羽を思い、その浅羽は元カノ北川にまだ好意があるようで、北川もそんな浅羽を受け入れているのか。誰か新谷も慰めてあげて、と思わず言いたくなります。キキと新谷コンビの相性の良さを見ていると、このまま二人がくっついてしまえばいいのに、とさえ思います。キキのシュークリーム発売初日、ここエブリー上目黒店で初めて売れた後の彼女の飛びつきハグ。あんな素敵な笑顔でされたら、今まで何とも思ってない人でさえも惚れちゃいますよね。それが好きな人にあんなことされたら、キキもなかなかの罪な女の子ですね。誰の目線で見てもみんな応援したくなる。そんな愛くるしい4人ですね。みんながハッピーエンドで終わるといいなぁと願ってしまいます。でも、そんなにうまくいかないのがドラマの魅力です。非現実的なことも多いのがドラマですが、どんなに胸キュンしても、どんなにモヤモヤしても、どんなに4人を応援しても、この第3話で一番印象に残ってるのは、ものすごく高い入社祝いですよね。かっこよすぎます。ブラックカードでの大人買い。浅羽にはキキを巻き込んだという思いがあるようですが、それにしてもあんな高いお洋服や靴を買ってあげるとは。やはり彼女に対して他の人とは違う感情がすでに浅羽にはあるのでしょうか。ますます見逃せない、この恋温めますか？次週も楽しみですね。今、セブンイレブンでは、恋あたコラボ商品として、キキと新谷が作った初めてのシュークリーム、恋する火曜日のちょこっとリラックスシューが販売されています。キキこだわりの異なる生地も非常に美味しく、中のチョコクリームも、程よい味わいです。キキと新谷の頑張りや、頬張る浅場を思い出しながら食べてみるのもいいかもしれません。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。